パイラルライフニューアルバムスパイラルムーブテレジェニック2、7月20日発売。ですね、今週はですね、7月20日にとうとう発売される、もうなんかいろいろめでたいこと続きですよね。スパイラルライフ発売ものは多いし、まるで売れっ子みたいだね。うん、ライブは決まるし、うん、でその7月20日に発売されますスパイラルライフのニューアルバム、セカンドアルバムになります、スパイラルのテレジェニック2の大特集をお送りしております。お送りしております、まだしてないよ、お送りします。発売まで楽しみを取っておきたいっていう人はあのスイッチは消さずに、うん、ボリュームは絞ってお楽しみください。全部台本読みましたねいいですねそうですね。でもあの今日はまた違った角度からなんかもね、はい、いろいろ掘り下げてちょっとお話したいなと思ってますので、はい、ちょっと今日は変わってます。そうですね、はい、うん、今夜も3時までの生放送、最後まで、よろしくお願いします。じゃあ曲です。はい、はい、ホワイトプレインズで I've got you on my mind。アルバム特集第1弾の1曲目は、スパイラルライフの、全シングル、うん、ということになりますね。 全作ですね。全シングルの 20th Century Flight ですけれども、そうですね、まあ、この曲はサウンド的にまず言いますと、うん、まあ、フィリーソウル、ね、フィラデルフィアソウル、フィラデルフィアサウンドという感じのモチーフということですけど、うんうん、あの今回ね、うん、番組のスタッフがリスナーの皆様になり変わって、うん、気になる詩の中の言葉をピックアップしたりとかして、うんうん、それについてちょっとそのキーワードについて、うん、なんか何が喋っていこうかというちょっと変わった、うん、そうなんです、解説をしていこうかと思ってるんですけど、うん、今夜の、スパイラルライフミッドナイトロックシティ、我々のニューアルバムスパイラルムーブテレジェニック2特集はですね、うん、普通に特集をやるんじゃなんかあんまりね、うん、なんか他のとことか自分の番組じゃないとこと同じような感じになっちゃうんで、うん、なんかそういうとことまた違う観点で、もちろんサウンドのことも言うとは思うんですけれども、うん、その詩の部分とかね、うん、にこだわっていろいろそこからどんどん話を広げていこうじゃないかという感じなんですけれども、うん、まず、うん、この 20th Century Flight でいうと光というのが一番のこう象徴になっておるわけですけれども、光とかってさ、うん、俺も来るも使うか、結構黒はそんな使わない、僕はそんなに使ってないかな、うん、俺はめちゃくちゃ使うみたいな。志田君は光多いね、みたいね、光、うん、きっと子供ができたら光って名前つけるんじゃないか志田光、志田光ごめんつまんなかった、ええ、だけどいや、うん、この曲はバリバリ光意識して書いたんだけど、うんうん、他はそんなことないんだけどね、うん、じゃあまずなんかそういう、うん、光とはあれをまずどういうあれで書いたかっていうのを一応説明した方がいいんじゃないですかね、うん、かせっかくだから、つまりまずはまあたまには科学系の人間の、うん、目で見た綺麗なものというのを少しこういう見方もあるのだというなんて言葉、うん、で色彩的な詩を書きたかったというか、うんうんうん、のがあってですね、まあ、うん、内容的にはいろいろ含みもいろいろあるんですが、うん、まあ、それは撮る方も各々撮っていただいて結構っていう感じで、うん、でやっぱ光っちゅうのがね、うん、スパイラルにとって一体何だろうと、光、うん、光ね、うん、僕はそうだな、なんか光の気持ちよさとかさ、うん、なんかあとそういう未知なるものみたいなイメージっていうのは、うん、あんまり僕ない人だから、どっちか夜行性だからかもしれないけど、うん、なんか夜の方がなんか逆にそうやって影響を受けるものであったりとか、うん、感覚的にこうなんかふわってくるものっていうのは、うん、どちらかと夜とか闇とかっていう方になんか僕は行っちゃうからね、うん、あんまりなんか光って聞くと本当石田光想像しちゃったりとかさなんかそういう感じなんだよね、正直なところ。石田くんなんかどう、光のイメージ。俺光っていうのはね、要するに白なんだよね、うんうん、だから無着色の、だから僕らで言うさ、うん、透明感とかよく言われるじゃん、うんうん、サウンドのことをさ、うんうん、あれを色で言うとなんか霞んだ白っていうか、白の霞んだ向こうになんか見えてるものっていうか、うん、そういう色彩が浮かぶんではないかという気がして、うんうん、で何より光っていうのを僕が一番使いたかったのは、うん、なんか人類がかつてずっと潜伏してきたもの、うんうん、光に近づきたくて、うん、あのずっとまあ科学は進歩してきてさ、うん、で光に近づきたくて人は高い塔を作ってさ、うん、で太陽に近づきたくて神になりたかったとかさ、うん、そういうのがあって、結局人の行き着きたいところとか追い越したい、でも追い越せないっていう、そのなんか究極の象徴、うんうん、っていうものが光なんではないかっていう。なるほどね、うんうん、それゆえ光よりももっと早く遠くという不可能か可能か、うん、そんなことはどうでもいいけど、うん、行ってみたいところっていうのは、うん、なんかいわゆるその、まあ、言ってしまえばファーザーロングかなっていう、うんうん、
ファーザーロングの一つのまたこれも到達点であるわけだという、そういうことなんだね、感じよね。そう、その光よりも早く遠くという言葉が出てきたわけですけれども、だからなんか最終的にこう語るとこっていうか、結局ファーザーロングって言葉になんか最終的にはどの部分も、どの歌の歌詞もきっとなんか行くんだよね、行くんじゃないかなっていう感じはするんですけれどもね。結局コンセプトはいつも、いつもファーザーロング現代をさまよう吟遊詩人というかっこよくね、もうまとめちゃいますけどもね、平成のスナフキンって感じですねそうですか、そう、あーさあ BC いや迷わない、それは歌わないよ、うん、という感じで結局はまあ多分最終的な結論とかね、こんなところで出しちゃったらあれなんですけれども、そうなるっていく二人なんですけれども、というとこですかね。あとなんか言い残すことはないですかね。別に言い残すことないけど、まあとりあえずこの光っていうさ、人類のテーマを取った音で、一応なんか枠としてはさ、なんか人はどこまで行くかみたいな、なんか科学の方向とかさ、行く末はどうなるみたいなこともちょっと言いたかったなということはあるな。という感じで、ミリオンヒット、ミリオンセラーヒットとなったスマッシュヒットでしたねあれはなった、この 20th Century Flight も、セカンドアルバムスパイラルムーブテレジェニック2に入っておりますので、ぜひともそこでもまたもう一度堪能してくださいという感じで、続いての曲はですね、この曲です。ジェットブラック。はい、2曲目はジェットブラック、放題ハローマイフレンド。全然放題でもなんでもないんだけどね、ハローマイフレンドになっちゃうとあんまり気持ちいいんでずっと聴いちゃいましたね、そうですね、で、この曲は、まあ聴いていただいた通り、サイケデリックな、サイケソングだね、ムードをプンプンに漂わした、僕らの中でもすごくまた重要な曲になるだろう曲なんですけれども、この曲また成り立ちが結構、成り立ちから話すと結構面白いよね、最初さ、そうゲットバック文字ってなんかパロディ作ろうでって話になってさ、あのオケのパターンも違ったもんね、そう初め俺ゲットバックのもう本当パロディを作ってるさ、あれ結構でゲットバックでジェットブラックにしてたんだけど、ジェットブラックってさ、なんで最初そもそもさ、俺ほらあれストラングラーズ好きでさ、ストラングラーズのジェットブラックでしょストラングラーズのドラマーで、ね、ジェットブラックって言ってさ、あとなんかさ今はどうか知んないけどさ、昔パールのドラムあるじゃん、あれのカラーでさ、なんかメタリックの黒みたいなやつさ、ジェットブラックっていうカラーだったんだよ。あ、そうなの、それがなんか真っ黒のギラギラした感じで、おすげえなーとか、なんかもういいな色とか思っててさ、その辺のあれでなんかジェットブラックがゲットバックから、ゲットバックから軽くジェットブラック、簡単にこうパキッとはまったのかもしれない、頭の中で、なるほどね、これはそうですね、まあジェットブラック、直訳すると何でしょう、だからすげえ黒っていうかことですかね、なんですけれども、まあそうだな、夏の色とか、いろんなまあ言葉がやっぱり出てくると思うんだけど、まず僕詩を書くとき最近なんかまたちょっと変わってきたというか、例えば前回のファーザーロングとか、まあの頃なんかはとにかく自分のそうなんかこう湧き上がらんばかりのその感情っつうのが、なんか一番そのビートジェネレーションの時代の文献詩人であったりというものの感情とすごくダブってるところがあって、もうそればっかりに走ってそっちの方の興味ばっかりに行ってたんだけれども、そろそろなんかそろそろというか、もちろんそういうムーブメントも好きだし、偉大な詩人たちのものもすごく好きなんだけども、それよりもっと正直にね、ずっとなんか中高生ぐらいから読んですごく好きだった、どこに行くにも持ち歩いてる作家の本であったりとか、そういうもっと現代詩人であったりとかでもいいし、そういうところにもっと忠実に書いちゃってもいいかなと思って、そういう書き方をしてもっとルーツに戻って、なおかつもっと正直になんか書いちゃっていいなっていうのがすごくあって、こう実際に今まで僕実際に体験したことであったりとかさ、なんか経験したこととかって絶対詩にとかは反映しない人だったんだけど、今回あたりからはなんとなくそういうものがどんどん湧き上がってきて、ね、すげえ手に取れるね、来るの考えがなんかなんとなくそういう
風潮になってきたんだけれども、夏の色とかはなんかイメージするものありますか？夏の色、青と黒。やっぱり黒はでもやっぱ夏のイメージあるな俺。なんか暑いって黒くない？暑いって黒いね。熱って黒くない？黒いね、そう夏の色、そうね、やっぱり黒なんだよ僕も、そうね、こうなんだろうな、夏僕結構だから、まあなんかこの曲で夏、この曲とかメロディーとかオケが全体出来上がってきて、まずこれは夏だとなんだか知んないけど思ってて、なんとなく聞いた感じのイメージはもう完全に夏だったね、オケの感じといい。でこうなんつうんだろうな、夏生まれだし俺は8月29日で夏生まれだし、結構人生のこう、まあ、たった22年間しか生きてきてないんだけど、その中でこう天気を訪れるのは結構夏が多いんだよね、いろいろと。なんかそれでこうなんか夏は魔物なんだな俺にとっちゃ、とても。なるほど、ひてくせあるわけだ。そうそう、それをなんかそのままやっぱりさっきの話じゃないけどそのままあるし、もちろん歌の詩だから、ある種のその言葉選びであったりとか、あの情景的なものであったりっていうのはもちろん考えて書くわけなんだけれども、ある種自分のそのなんか自分の夏感っていうのところとかっていうのをそのまま忠実に出しただけっていう感じなんだけどね。これさ、あのアレンジといいさ、あの例えばギターのさ俺のリバースのあれといいさ、モロリボルバーやってるじゃん俺、でさ、それすごい俺ビートルズ意識して、もう元々の名前からね、そうなんだけど、でさ You know my name ってさ最後出てくるじゃん、あれそっちの方、それとは関係ないの？それはねあんま考えてなかったね。そう、そうたまたまだったんだけど、でまあその他に歌詞で言うと Hello my name、Come on my friend、Do you know my name、と下りがあるんですけれどももうね、これもだからさ、なんかファーザーロングなんだよな、ハローマイネームとかさ、なんか、どっかしらにそういうなんか僕がいつもインタビューで言ってるようなこととかが、やっぱりどういうの前に俺の名前をなんかね、せっかく生まれてきたからにはさ、なんか一人より二人、二人よりね、なんか100人とか、なるほど、そういうことか。そうそう、で友達いないしさ、カモンマイフレンドってここで呼びかけとこうかななんて思ったりとかしてさっていう。でもさ、孫で言える、言える、カモンマイフレンドって僕の名前は車谷浩二さんって言える？俺ちょっと今歌だとさいいんだけどさ、それ真顔で言ってる顔今思い出したら結構俺ププだった俺はね結構ね、いや日本語で友達おいでは嫌だけど、カモンマイフレンドだったらまだいいかなって気はするけど、言葉的に歌では全然ね、言葉で孫で言われるとどうかなっていうのが言葉で孫で言われると、しかも感情たっぷりにさ、カモンマイフレンドとか言われるカモンみたいな感じでさそんなこと言わねえよどうしようとか思っちゃった今、そうなんです、友達募集中ということでですね、続きましては、シングル曲の、3曲目この曲です。 Please Please Mr. Sky。シングル曲、ただいま絶賛発売中、本当に評判いいんですけれども、Please Please Mr. Sky を、聴いていただきましたけれども、そうですね、これはスパイラルライフとして一番なんかこのアルバムの中では、ミスオフィジックスと同様一曲あってよかったっていう落ち着く曲ですね、とりあえずこんだけアバンギャルドに飛んでるアルバムの中では。そうだね、王道路線2曲だね、スパイラル今まで通りっていうっぽいっていうか、もう一口の清涼飲料水のように爽やかな、一番落ち着くと思うんですけれども、もうですね、まあ放題として空に鳥がいなくなった日ということで、ついてるわけなんだけど、だからそう歌詞の部分、その辺の部分で言うと何でもよかったんですよね、別に、まあ空に鳥がいなくなる、そうかと思って、そして別に海に魚がいなくなるでもいいし、なんかこの辺から
全世界から人間がとりあえずいなくなるでもいいしっていうで、別にだからね、なんか、うん、自然が失われていくことに対してなんかメッセージとかっていうわけでは全然なくて、うん、だからね、あれなんだよね、一つ、うん、言えるのはなんかこう、例えば空に鳥がいなくなった日とか、さっきのジェットブラックでも夏の魔物とか、例えばなんかそういうことなんか考えてるのが好きでさ、例えば左利きの人しかいない国とかさ、ははは、左利きの島とかさ、なんかそういう世の果ての島って、この前の時のラビンソングとかもそうだったんだけどさ、うんうんうん、世の果ての島とかさ、なんかピンクの子供しかいないなんか国とかさ、なんかそういうなんかそういうなんか幻想的なことを考えてると面白くだんだんなってきて、あのナイトコ島辞典に、うん、そうそうそう、そういうの、そういうの、ね、ああいうので自分でもっとどんどん広げていって考えてみたりとかしてるのが好きでさ、うん、だからその辺の感覚とこうなんていうのかな、そういう歌にメロディーに乗っかることによる広がりが出てくる言葉選びだとか、うん、なんかそういう単語であったりとかっていうことの融合で一つの世界が築ければなって思ってる程度で、うん、実際はそんなになんかあんまり深いこととか思想とかさ、うん、あんま考えてないのかもしんないなって気がするんだけどね。来るはさ、うん、間違ってもその自然が失われていくことに対してのメッセージとか、うん、そういういわゆる一般的にこう、うん、なんていうの、世の中に対するこう、うん、正論的なことへのメッセージは、うん、まずしないね。まずしないね。俺ならまだしも、うん、俺ならまだしも、そう、ね、まず来るの死だったらそういうのはないと思っていた、うん、そうね。でまあここに出てくる空とか鳥とかってなんかイメージするものありますかね。空鳥、うんうん、やっぱり空は何、やっぱり僕ら共通で使う言葉だと思うよ ね、うん、すごいだから大きな、うんうん、広がりの一つの比喩じゃないかな、うんうん、僕らにしてみれば、うんうん、あと自由さとか、そうね、うん、空鳥、そうだね、最近なんか空づいちゃってるね私は、うん、うん、空になるとでもね明るい方が好きだね、やっぱり僕星見るより、あそう、うんうん、すげえ晴れた日に雲とかもね、雲一つないようなところでバーッと公園にでも行ってね、転がって空見てんのが方がいいな、星を見てるよりは、うんうん、どちらも好きですね私は、うんうん、だからこの地球っていう天体の中で考えるとやっぱ空は青い空だよね、うん、もう一つ枠広げるとやっぱ空っていうと宇宙っていう意味になっていくと思うけど、うん、しかしさ、うん、羽田まで行くのに2時間かかるのにさ、うん、宇宙には8分で行けちゃうんだぜ、8分で地球軌道乗っちゃうんだから、なんてこったいって感じだよ、あそれあるないやそれが宇宙に行くのが悪いんじゃなくてね、羽田なんとかしてくれってこっから訴えたくなるよね例えば新宿から渋谷からなんか1本でも行けるようにしてくれって今ここで直訴しちゃうよ。俺の一番の提案は、うん、環七かカンパチの上あたりにぐるっとこう外側にね、うん、いつも言ってるけどさ、うんうん、モノレールでも地下鉄でも何でもいいから、うん、山手線よりもっと外側に一個環状線の鉄道があったらいいなと、うん、羽田から葛西ぐらいまでぐるっと回るようなさ、そうね、それはいいね、ね、だって山手線の外側武蔵野線しかないっていうのは離れすぎてるよねあれ絶対ね、ね、運輸大臣なんとかしてくれ、今から地下鉄掘るっていうのもなんだから、うん、ねえモノレールかなんかでいいからさ、そうね、いいからさなんてなんか狙ってるみたいだけどさあったらいいと思うんだけどな、うん、という感じですかね全然違うとこに行ったのでこれもまたしかりです、しかりしかりしかり、うん、ということで、次の曲に行きましょう。次の曲は、ライブでもやりました、はい、本当に好評いただいてますこの曲です。 Where are you from? Where are you going?ラスク前作のファーザーロングでいうファーザーロングにあたるような曲なんですけれども、これはそうですね、ノイズファズはかかってるわ、もうマーシャルフルテンにしたみたいな音は入ってるわで、でもギターを弾きまくりっていう感じなんですけれども、まあそうだね、とにかくなんつうのかな、一番最初に大サビのこの言葉と大サビのメロディーがまずあって、そっから膨らんでいったっていう感じの曲なんだけれども、
Where are you from? Where are you going? どこから来たの？どこ行くの？という感じなんですけども、やはりファーザーロングの言い方のね、置き換えだね、うん、僕らのテーマ、うん、のもう一つのまた分子という感じなんだけれども、うん、結局なんかいつまで経ってもどっかフラフラしてるんでしょうかね、私たちは。うん、っていうか行き先見つかったらもうおしまいだよね。まあね、だからいつまでも探し続けていることが、うん、やっぱり僕らがものを作り続けていけることだと思うし、うん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 、絶対見つかんないよ行き場所なんて。まあね、うんうん、まあそうだな、やっぱり空とか、空出てきましたね、空とか、うん、夢とか、うん、風とか、これもまあ寝っ転がりながらさっき言ってたようなね、感じで書いてたんで、うん、そのままというか、だからなんか一種のそうね、こうなんつったらいいのかな、こうどっかしら僕はいつも、なんかじゃないけど、よくスパイラルライフはどっかなんか寂しいとか懐かしいとかノスタルジー的なとこをよく語られがちなんだけれども、なんかすごく何を言おうとしたんだっけな。なんかこうあるんだな、どっかしらになんかこう、うん、僕もやっぱりなんか、あ、なんて言ったらいいんだろう、悲壮感じゃないんだけど、どっかしらなんか漂ってるんだな、諦めてるわけじゃないんだけど、悲壮感であったりなんかこう寂寥感であったりとかっていうのが漂ってて、でよく考えるんだけど、そういうなんか一つそれはそれで打ち出してしまって、僕らが打ち出せる一つの世界観でもあるわけで、それはそれで武器だと思うんだ、うん、でそれっつうのはこう、僕22だけど、もうこれは一つのパンクじゃないかと俺は最近思っててね、僕らの世代、特に僕はこういう人間だからかもしれないんだけど、この時代に生まれて育って生きて、何やっても満足しないし、僕は何やってもどっかしらなんか虚無感が漂うし、そう虚無感だ、虚無感がすげえ漂うのね、なんかだからこれは一つのこの僕らの世代における一つのパンクだと俺はいつも思ってて、これが現代の1994年1990年代のパンクなんじゃないか、僕らの世代のこの虚無感っつうのはっていうのをすごく思ってて、それがうん、やっぱり僕の一つの基本の柱となる詩の世界観だと思ってて、うん、でもそれわかるな、うん、ある種、うん、なんかあるよね、わかる、うん、あるんだよね、うん、でこの曲はまだでもまあその寂寥感とか虚無感みたいなのはあるんだけど、それでももうちょっとなんかなんつうのかな、一筋の光がは一筋の光ぐらいは刺すだろうみたいなイメージなんだけれども、うん、これさ見て思ったんだけどさ、うん、まあ、空は空としてさ、うん、夢って言葉出てるじゃん、うんうん、で俺もたまに使うじゃん、うんうん、でここで両者の圧倒的な夢の境界の違いが出てるなと思って、うん、来るは結構この夢という言葉で、うん、一つ逃避というか、うん、そうそう、そういう諦めになるじゃん、うんうん、俺の場合はなんか理想の図形というか、うん、その一つの比喩としてさ、うん、ビジョンとしては夢という言葉だったりとかして、 そうね、その辺がだから二人の各種のカラーの違いが出て、ね、これ人この一言決定的だと思うな。そう、俺夢はもう完全に現実逃避の言葉として使う。うん、うんうん、石田君はなんか一つビジョンがあるもんな。そうそうそう、どうしたらどうなるみたいな、うんうんうん、その辺の違いは出るね。そうね、うんうん、でも俺もその悲壮感は俺も思う、うん、すごく、うんうん、どっかしらに虚無感がある、うんうん、分かる。そう、これは僕らの定義で言えばパンクなんだと思う、言い切ってしまう、うん、そうだね。ということで、続いての曲はですね、20th Century Flight の、カップリングになった、これもすごく好評いただいた曲です、うん、ね、ロコモティブ。リング、これもすごい評判良かったんですけど、ロコモティブ聴いていただきました。うん、みんなが思ってると思うんだけども、うん、このロコモティブという非常に、うん、なんというか意味ありげな、うん、この言葉は、うん、この言葉はただ単にやっぱ僕がすごく好きだった愛読書、高校1年生の時に初めて読んだライ麦畑で捕まえてというサリンジャーの、うん、有名な本があるんですけど、その中でこう出てきた単語で、うん、
いわゆるそこではなんかつまんない校長先生の話を聞いてしょうがないからパラ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 っと拍手をしてるんだけど、それがだんだん喝采になっていくっていうようないやいやな拍手みたいな感じで使われてて、うん、徐々に大きくなっていく、そうそう、徐々にザダダダってなっていくっていう、うん、でそのそこで僕はもうそういう言葉だっていうイメージの方が強かったから、後でなんか機関車っていうのを聞いたんだけども、うんうん、だからそこなんかそこやっぱりそこの単語選びのポップさというかなんか、うん、持ってる感じで、ロコモティブってなんか俺の中ではなんか可愛いなっていうのがあって、うん、可愛いね、うんうん、その辺の意味も込めて、まあすごくそっからイメージが湧いて、やっぱり頭打ちのリズムが来てっていうような感じになっていったわけなんだけれども、だから意味としてはさ、普通辞書で見れば本筋としては蒸気機関車とか ね、そっちのスチームエンジンの方なんかを連想させるんだけども、うん、それとは違う、だからそのエンジンが徐々に動いていく状態、うん、ザッツ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 っていう、うんうんうん、その状態を拍手になぞらえたっていう意味なんだよね、うんうんうん、そうそうそう、そういうことなんだね。だから直接的にはそれは分からないけども、うん、何がしそれは何なんだろうって思わすだけで、うん、結構もうこの言葉は成功してるよね。まあそうかもしんないね、うん、聞く側は何なんだろうって思うじゃん、うんうん、それでも一個その言葉の役割って果たしてるじゃん、うん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 、曲に対しての満腹っていうか、うん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 、そうね。であとはそうだな、ドラマ噂のホームドラマを探してとか、うんうん、あとは涙の海で泳ぐみたいなところが出てくるんだけど、うん、これもやっぱりずっと言い続けてきてることと同じ観点の書き方というかね、うん、でさっきも話も出た虚どっかしらの虚無感であったりとか、なんかいわゆるだからね、まあこっからまずこっちから解説していくと、ドラマっつうのはなんか人生ってなんか一番面白いドラマじゃん、なんか、あ、誰かも言ってましたね、そうそうそう、それすっごく感銘を受けて、なんだどんなさドラマ1時間番組でもいいし2時間番組のドラマ見るより一番面白いと思うし、僕も電気読んだりとかさ、うんうんうん、そういう大河期みたいなの読むとまさにっていう感じするじゃない、うん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 、そこら辺の意味合いから来るんだけど、うん、でそのドラマにホームがついてるのは何故？ホームはやっぱりヒューマニズムつっちゃ、なんかさここで言うのもなんか照れくさいからあんまりあれですけれども、その辺のなんか私の本当はいいやつなんだよという心情が、あ、最近ちょっとそれ出したいんでしょ、最近はちょっと、そんなことないですけどね、だそうです、だからとにかく何を落としたんだっけな、ロコモティブ、まあその辺のだからさっきから言ってきた本筋のところとやっぱりダブってくると思うんだけどね、うん、うん、なんか言おうとしてて忘れちゃったような気がするけど、うん、どうですかね、うん、で涙の海で泳ぐと来るじゃん、うん、これはなんかでも多分考えてることがなんとなく、うん、やっぱりまあ、うん、よくわかるなっていう、うんうん、気はちょっとするね、来るの人の中では、うんうんうん、コーヒーカップで泳いでしまうのもしかりで、そうね、そういう感じで、うん、何かしらのやっぱなんか藁をつかむ思いのどっかしらすがる思いみたいなのもあったりとか、うん、あとだからやっぱ虚無感とかになってくんだよな結局、うんうんうん、やるせない、どうしたらいいんだろうっていう、うんうん、だからいつも僕思うんだけど、本当は歌の詩を書くんでなければ、うん、僕本当になんか一種の世代論であればいいなってすげえ思ってて、うん、思ってるんだけど、やっぱりそこはもちろん歌の詩であることが大前提なわけだし、うん、そうでなきゃいけないとも思ってるし、だからそういう意味において違う活動もこれからしたいなと思ってるわけで、僕ら二人っていうのは、うんうんうん、だからその辺のニューアンスをね、もちろん歌の中にも入れたいと思ってるわけだから、一種の世代論みたいなものを築き上げたい、最近なんかジェネレーション X とか日本でもやっとなんかガン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 売れてるみたいだけれども、そういうニューアンスはやっぱり何かしらこう組み込んではいけたらいいなと思ってはいるんだけれども、でさ、うん、僕らの世代のさ、うん、虚無感ってさ、うん、俺も結構すごい感じてるんだけど、うん、簡単に言えないから僕らはこう指針にするわけなんだけどさ、うん、そうね、どういうもんなんだろうな虚無感ね、うん、結構なんかさ、うん、すげえ、まあ俺は結構なんていうの、社会的なことでいろいろ思うんだけど、うん、すげえ発達は見せてるが、うん、何一つ身になってない、うん、というか、うん、そういう現実にすごくやっぱりなんでっていうやるせなさをさ、うん、すげえ思って、うん、結局なんか
なんていうの、人の匠というかさ、うん、人の生きていくことっていうのはやっぱりそのさっき人生のドラマという言葉もあったけども、うん、やっぱり人生を使って、人生を削るっていうと臭いけども、うん、自分の人生をもってしてやっぱ何かをみんな結構作るものであるじゃん、うん、でもなんかそういうことではなくて、適当に何か自分は自分なりの何か一つのことを行いつつ、うん、横から刺してくる何かを適当に掴むことで、うん、一応何気に済むっていうの、うん、そういう、そして結局何も残らない便利さ、うん、っていうものになんか非常に俺は、うん、うーんと思うことがよくあるんだが、うん、なるほどね。だから俺はね、だから簡単に言ってしまえばこう、うん、すげえアルバム作ったと思ってんだよね、うん、なんかでもなんか実感がないっつうの、実感がないし、うん、すごいいいアルバム作ったと思ってんだけど、満足は全然できないし、してないし、もちろんしちゃったもおしまいだと思うんだけどさ、うんうんうん、なんかで本当にこれでいいのかって言われると、いやちょっと待てって絶対口を挟んじゃうしっていうような感覚、うんうん、そういうものが何やってもつきまとるだよね、うんうん、アルバム作ってもそうだし、仕事しててもそうだし、うん、うん、なんか本読んだ感想とかでもそうだし、うん、それがなんでなんだろう、そう元を正していくと、それが果たして資本主義の矛盾だけなのかって言われると、なんか僕 それだけでもないような気がするから、うん、そういう物質的に豊かになったらなんだかんだっていうこと、うん、だけでもないような気がするから難しいね、うん、要はだから僕らが、うん、生きてね、うん、作って、うん、行ってどこへたどり着いてっていうことだよ ね、うんうん、そうね、何を作っていけるのかっていうことだよね、うん、だから要するに自分ファーザーアロングと、うん、いうことですな、うん、ロコモティブもその一環だともちろん思うし、うん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 、ということで、次は最後の曲になります、アルバムでは、テーマオブテレビジョンの次の2曲目になります、ゴスペルソングです。キープープ、うん、そして最後の曲なんですけど、うん、これはもうとにかくこのやっぱり「Aware Standing Here」「Aware Living Now」という言葉とこのメロディーがとにかく真っ先にあって、絶対いつか使おうと思ってて、それをやっとこういう形で出せたという感じで、ゴスペルソングと言いましょうか、また僕らとしてはまた違った匂いのする新しい一面だと思うんですけれども、でも今回あれだね、20ところでアメリカブラック系が、うん、ちょっと血が混じったかなっていう感じで、うん、でまあとにかくこの曲はね、さっきからいろいろ言ってきたようなことをある種また総括してるかもしれないなと思えるような、うんうん、ところもあるし、まあ、違った側面での総括も語れてる曲でもないかなと、曲ではないかなという気もしてるし、という感じで、とにかく結論というか、やっぱりファーザーロングなんてさね、そうだね、としてなんかこう、うん、うん、なんか自分たちの居場所を探すと言っちゃなんかまた青い言い方かもしれないが、そういうことをきっとまたこの先ずっとやり続けるでしょうという感じですかね、うん、そうですね、とにかく、こういうアルバムでしたが、まだまだ他にもいい曲、解説したい曲がいっぱいあるんでございますが、またの機会にでも、またの機会、またの機会にでも、第2弾でもやりますか、そのうち、うん、ね、7月20日発売ですので、スパイラルムーブテレジェニック2、今世紀最大のこのアルバムをですね、ぜひとも皆さん、買って聴いてください。本当にいいアルバムです。はい。うん、自信たっぷりで。そしてファックスを一つ紹介します。